はい、どうもこんにちは、笠原です。坂井です。今日はドッグフードのふやかし方ということで解説をしていきたいと思います。まあ、ドッグフードのふやかし方ってね、やっぱりこう子犬の時期とか、あとまあ老犬、あとまあ成犬でもね、こうご飯食べない時とかにふやかすっていうこともあると思うんですけど、意外とこのふやかし方ってこうちゃんとした決まりがないというか、あまりこうご存じない方もいらっしゃるのかなと思いますね。そうだね、あの本当に決まりないんですよ。で実際僕自身も 今はそうじゃないけど、かなり昔なんかはあの熱湯を使ってふやかしていたりとか普通にしてましたし、で店舗でもそのお客様から質問を受けて間違った方法を普通に教えてしまったりしてたんで、一つねこの動画でちゃんとお伝えできたらなと思って企画をさせてもらいました。店長からこう熱湯でやってたってことだったんですが、これ何がいけないとかってあるんですか？熱に弱い栄養素っていうのが、まあ結構な数あって、特に生きた乳酸菌だとか酵素とかは熱湯でふやかすと全部死んじゃうんですよね。まあなので基本的にはぬるま湯って言われたりすることが多いんですけれども、まあそういったぬるま湯とかもしくはお水でふやかすのがまあ正解になりますね。でフードをふやかす際のポイントなんですけど、熱湯を使わない、冷たい水も使わない、ふやかした後の残った水、これも一緒に与えてください。あとは、ふやかした後のフードは残しておくと、まあ、悪くなっちゃうんで、あまり長く残しておかないっていうことですね。であのふやかし方なんですけど、もうこれは本当に単純で、38度未満のぬるま湯をフードに浸るくらいに入れていただいて、ラップをして、まあ、15分ほど時間を置く、まあ、これだけです。38度未満なんですね。あえて38度って決めてるんだけど、あの40度とかだとやっぱりいくつかの熱に弱い、あの乳酸菌とか酵素は死んでしまうこともあるらしいので、ちょっと低めに設定しています。なんとなく高い温度の方がしっかりとふやけてくれそうなイメージがあって、僕もふやかす時には結構熱くしがちなんですけど、温度が高い方が早くしっかりふやけるのは間違いない。だから僕も昔はそうしてました。ただやっぱりそういうあのワンちゃんの体に残ってほしい栄養素っていうところを考えると、あのぬるま湯にした方が絶対いいです。あの38度っていうと、もう自分のねシャワーの温度よりも低い温度だと思うんですけど、それでもしっかりふやけますかね？まあ、時間をかければっていうところだね。あとはそのふやけ具合にもよるよね。普通にその多少芯残っててもいいよっていうくらいだったら、あの全然38度で15分で OK だし、やっぱりしっかり中まで芯が残っていないくらいになると30分時間を置いてもらった方がいいっていうこともあると思います。次に、あのちょっとふやかす時間がもったいないとか、あの時間がないっていう方におすすめな方法を、2つ紹介したいと思います。時短テクニックってことですね。そうそうそう、まずはお湯の温度は38度なんだけれど、保温性の高いタッパー、ああいうのでふやかしていただけると、その温度が下がりにくいんで比較的早くふやけます。食器って結構そのステンレスとか、そういったものが多いです。熱が伝わりやすい、そうそう、陶器もそうなんだけど、でああいうのってやっぱり38度のお湯入れても、まあ、ものの 2,3 分である程度冷えていってしまうんだよね。で温度はやっぱり高い方がふやけやすいっていうのはあるので、その38度をできるだけ維持しておけると、これは早くふやけます。プラスチック製じゃないか、あれは何だろう、まあ、タッパー、一般的なタッパーとか、普通の食器に入れたとしても、例えばその鍋みたいな、ああいうのにお湯いっぱい満たしておいて、それに浮かべておくとかね、そういうことをしておくと、まあ、温度を保てるので比較的早くふやけます。さらにもう一つ、これはレンジを使うテクニックなんですけれども、普通にレンジ対応の食器にフードを入れてもらって、それに水を入れてください。これぬるま湯じゃなくていいです。あの温度高くなりすぎると今度また栄養素が死んでしまうので、水を入れてもらったものを、レンジで15秒から20秒くらいですかね、レンジでチンしてください。まあそうだな、5分から10分くらい置いたくらいのフードの状態になりますので、かなり時短にはつながります。ちなみにあのお客様から、ね、質問がたまにあるんですけど、子犬の場合、まあ、老犬の場合でもちょっと参考になるかもしれないですけど、その子の月齢に合わせてふやかすその硬さとか時間
程度って変えてった方がいいのか、もうそれともずっと最初から最後まで、同じ感じでいいのかっていう質問がたまにあるんですけど、ふやかす理由っていうのは、消化性を良くするためっていうのが一番強いポイントなのかなと思うんですけれど、まあ、結果的にそれを食べたワンちゃんが、しっかり消化吸収していい便が出ているんであれば、そこまで最終的な柔らかさにこだわる必要はないのかなっていうふうには思ってます、極端な話、手間をかけてあげられるなら消化性を良くするためにふやかしをずっと続けていってもいいっていうことですよね。全然いいと思いますね、あとはふやかしたフードだと、口の中に何かこう残りかす、食べかすが残ってしまうっていう、そこを懸念されている方もいらっしゃるかなと思うんですけど、でこれは正しいんですよ。まあ、いろんな説があるんですけど、僕はそのふやかすことで思考が残りやすいと思っているんですけれども、このケアっていうのは必要になります。まあ、歯磨きとかね、まあ、いろんなデンタルケアグッズがあると思うんですけれども、そういったものを使っていい口内環境を保てる工夫っていうのは必ず必要になります。歯が完全に生え変わる6ヶ月ぐらいを境にやっぱり歯磨き必要になってきますからね、そのあたりはふやかしている方は注意が必要っていうことですね。そうね、特に注意が必要っていうことになるかな。まあ、ここまでねふやかし方とかポイントをねお伝えしてきたんですけど、最後にふやかすメリットとデメリット、ちょっと端的に何かあれば、まずメリットは、食いつきが上がる、消化性が良くなる、水分摂取量が増える。あとデメリットは、まあ、さっき笠原君も言ってくれたんだけど、まあ、思考が残りやすくなるっていうことと、単純に手間がかかる、あとは柔らかくなっているから、顎が弱くなるかも、そんなところかな。顎の力を鍛えるんだったら、おもちゃとかおやつでも鍛えることは可能ですからね。そうだね、食事にこだわらず他の部分では十分補えるね。はい、ということで今日はドッグフードのふやかし方について解説をしていきました。食欲がないワンちゃんもね、ぜひ試していただきたいんですけど、特にね子犬ちゃんとか老犬のワンちゃんにぜひ参考になったらなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。